フリーライターの今生です。今日もですね、ジャニーズ問題の深掘りをしていくんですけれども、僕のチャンネルは子供を守ろうという趣旨でやってます。ということで、なんとですね、ノーベル文学賞候補作家の村上春樹さんが、ね、ようやくというか、やっぱりというか、このジャニーズ問題に言及する発言をラジオでしてくれました。というところから今日の話を始めていこうかなと思います。日刊スポーツ、11月26日の記事。26日っていうのは、日曜日だったんだけども、作家の村上春樹さん、ちなみに春樹さん74歳ですけれども、このね、日曜日やってるラジオ番組、村上レディオ、東京 FM など系列なんだけど、で、こういうふうに言ったんだよね。最近のジャニーズ問題の報道を見ていて、勇気を出して声を上げることの大事さを改めて痛感させられました。ね。で、このね、話は僕も、レディコっていう、アプリで聞いてみたけど、まさにそういう発言をしていましたね。でね、こういうふうな、いつもそうなんだけど、この村上レディオの番組の中では、古いジャズなどを流しながらね、時折春樹さんがコメントするという形なんだけども、昨日11月26日日曜日のオンエアでは、この番組内でね、春樹さんは、アメリカがベトナム戦争に本格参戦するきっかけになったとされるトンキン湾事件が起きた後、大統領に戦時権限を付与する議案に反対した議員が2人だけいたことを紹介。ね。しっかり声を上げる。空気なんて読まない。忖度もしない。そういう人たちの存在がたとえ少数ではあっても僕らの社会には必要と言ったわけです。ね。大統領に戦時権限を付与する議案に対して議員が2人反対したっていうね。そのエピソードからこのジャニーズ問題に関しても、勇気を出して声を上げることの大事さを改めて痛感させられたって言ってるわけだ。ね、そういう人たちの存在が、たとえ少数であっても僕らの社会には必要と。全くその通りだと思います。で、このね、勇気を出して声を上げることの大事さについては、この動画の最後でも噛み砕いてちょっと説明をしておこうと思います。というのは、やっぱりね、被害に遭った方々に勇気を求めるのは酷だからですよ。ただし、この村上春樹さんと同じようにっていうのも変だけれども、最新作、首が、最近話題になっても、上映も始まった北野武監督ですよね。北野武監督も、ジャニーズ問題に関しては早くから言及しています。で、もちろん先日、上映開始の前か、興行開始の前に22日かな、外国特派員協会でインタビューを受けたりしてたけれども、その前にですね、今年5月ですね、5月にアメリカの、雑誌、ハリウッド・レポーターというね、ところでインタビューを受けて、その時に何て言ったかっていうことがね、ポイントなんですよ。で、こういうふうに言ってるんですね、たけしさんは。今年5月の時点での話です。ようやく日本でも LGBTQ やセクハラについて声を上げることができる時代が来たと。ね。しかし、こうした話は私たちの業界では常に存在しています。これはジャニーズ問題のことを言ってるわけ。ね。で、というのは、ハリウッドレポーター、もちろんアメリカのメディアだからさ、子供が傷つけられるような事件が頻発したっていうことは、アメリカでも起きていることなので、当然許せないって声が上がるから、たけしの、インタビューをするときも、日本ではそのジャニーズ問題ありますよねっていう普通に質問するわけだよね。当たり前のことなんだけど。で、結局さ、それが世界標準なのよ。っていうことを日本人が未だにまだピンと来てないのが恐ろしいと僕は思っていて、たけしさんですら今まで散々な目に遭ってて、ね、タレントっていうのは奴隷契約だったよっていうことも、言ってるけれども、大事なことはさ、ね、子供が傷ついてるっていうことなの。
ね、被害者が男性だったからね、関心が足りなかったっていう反省を日本のテレビ局はやるんだけれど、被害者が男性であるかとかじゃなくて、被害者が子供だったっていうのがポイントなのに、テレビ局全局、男性の被害者は想定外だったって反省をしてるんだよ。だからそれ反省したことも全くならないよ。だから僕は散々言ってるけど、それ世界標準から日本だけガラパゴスみたいに外れてるんだよ。人権についてあまりに鈍感すぎるわけ。だから、たけしさんも、ね、そろそろこれは言わんとなっていう意味合いで、声を上げることができる時代がようやく来たんだっていうふうに言ってるわけ。今年5月ですよ。ね。で、まあ、村上春樹さんの言葉を受けるならば、ね、勇気を出して事実を明るみにする、人っていうのは大きく分けて2つあるわけ。さっき僕が言った被害者にそれを求めるのはどうかと。被害者が自分の被害を言い出す勇気と、ね、それはちょっとさすがに酷なんじゃないの？としたら、もう一つは、加害者、もしくは加害者に加担した人たちが勇気を出すっていうことも大事なんじゃないの？それが少数派であっても、と村上春樹さんは指摘してるわけ。で、この加害者っていうのはもちろん北川さんだったり、ジャニーズの社員だったり、先輩タレントだったりするかもしれないが、その加害者の、なんていうかな、子供を傷つける行為を、薄々知りながらも、噂レベルで知りながらも、調査をしなかったのが、まずテレビ局とか、いろいろあるわけだよね。で、その中でも一番さ、いわゆる加害者に対して、寛容的というか、なんて言うんだろう。まあ、加害者の利益を膨らましてしまってるのは誰ですかって言った場合、ジャニーズ問題で言えば、まあ、もちろんテレビ局もあるんだけど、やっぱりさ、ミュージシャンたちですよ。ジャニーズの、タレントたちに楽曲提供した人たちがいっぱいいるわけだよね。で、そういう人たちはだんまりこいてるわけだよ。誰一人ジャニーズ問題にコメントしてないよ。それは山下達郎さんも、はとんでもない発言逆にしちゃったけどね。噂レベルだって言っちゃったんだよね、ラジオで。違うよねと。事務所ももう認めているし、裁判でもはっきりしていることなので、噂レベルではすでにないんだけれども、噂レベルなので、自分は、それが仮にあろうとなかろうと、なんていうかな、ジャニー喜多川を尊敬しているってことを山下達郎さんは言っちゃったわけ。ちょっとね、達郎さんも70歳で、まあ、世の中がどんなふうに変わってきたか全く分かってないって思うんで、まあ、とんでもねえなと思ってたけれども、それは達郎さんだけじゃないんだよ。達郎さんももちろん、ちょっと時代遅れでおかしくなっちゃってる。まあ、はっきり言って音楽職人としては、ちょっとこう、職人っていうほど、音にしか興味ないんですかって、それは職人じゃなくてオタクっていうんだよ、みたいに突っ込みたいけれども。まあ、いずれにせよね、山下達郎さんが楽曲を作ったっていうことによって、ジャニーズが儲かった。そのことによって、ジャニー喜多川は、安心して、少年たちが、まあ、寄ってくるじゃない。寄ってくるから安心して、子供たちを傷つけてたわけだよね。ジャニー喜多川さんは。つまり、曲が全く売れなかったら話は別だよ。ね。ただジャニーズ事務所自体が成り立たなくなるわけだよ。だから、いい曲を書いてヒットさせるようにすればするほど、楽曲提供者の罪も共犯者として重くなるに決まってるわけだ。これについても後で細かく説明するけどもさ、大事なことはそれは達郎さんだけじゃないってことなんだよ。例えばね、キンキキッズに楽曲提供してる人っていっぱいいますよね。例えば、久保田利伸さんとかもそうだし、今名前を挙げているのは何かっていうと、ウタネットっていう歌詞のリストがあって、誰が曲を作ったかっていうのがわかるわけ。で、KinKiKids に楽曲提供している人ってもう、まあ、超有名人いっぱいいるよね。秋元康さんとかさ、小田哲郎さんとかさ、あとなんだ、堂島康平さんとか、小出祐介さんとか、あとなんだ、すごいよ。まあ、達郎さんももちろん書いてるし、他にも、有名なところで言うと、そうだなあ。ああ、そっか。近畿はね、堂本光一くんが作ったりしてますね。本人自身がね。あと、松井五郎さんも詩を提供したりとか、あと、なんだ？患者夢に出てる本間明光さんとかも楽曲提供してるな。
で、あと松本隆さんもちろんが作詞提供してますよね。あとなんだ。他にもね、奥田民生さんとかさ。あとなんだ。まあまあ、いっぱいいますよ。で、スマップなんかはもうすごいよね。作家陣がね、楽曲提供した作家陣が、トータス松本さんとかさ、ね、川谷絵音さんとかさ、あとなんだ？あと中田ヤスタカさんね、カプセルですね。あと何？坂井優さんとか、もう、久石譲さんもそうだね。久保田利伸さんもそうだね。楽曲提供してますね。スマップに。あと何？ヒャダインさん。前山田健一さんも、作曲て、あ、提供してますね。楽曲提供。あと、角和彦さんとかさ。あと、椎名林檎さん。みんなが誰でも知ってるような有名ミュージシャン。楠瀬誠志郎さんとか、ナオト・インティライミさんとか。あと、誰だ？菅野洋子さんとかさ、川村ゆかさんとかが、ピチカートの小西さんとかさ、あと何？小室哲哉さんとか、とか、スガシカオさんとか、筒美京平さんとか、だって菅野洋子さんはまあ言ったか。まあまあまあ、すごいですよ。楽曲提供者が。まあ、大御所ばかりと言ってもいいぐらい。鈴木おさむさんとか石野卓球さんとかも楽曲提供してますね。山崎まさよしさんももちろん。まあ、すごい豪華作家陣ですよ。じゃあ、関ジャニはどうだっていう感じで、関ジャニも見てみると、まあまあ、関ジャニもすごいですね。関ジャニはね、例えばね、横山剣さんですよ。横山剣さんね。クレイジーケンバンドですね。あと、クドカンも作詞に提供してたりとか、あとなんだ？あと、岡崎体育さんとか、あとは、久保田利伸さん、あとなんだ？もちろん、ヒャダインさんとか、あと誰だ？ユニコーンか。ユニコーンも楽曲提供してるし、ゆずの北川くんも楽曲提供してるな。ちなみに、永瀬智也の曲までやってるな。関ジャニね。関ジャニの楽曲提供しているのは他にもね、ちょっと面白いところで行くと、そうだな、斉藤和義さんとか、あとは何？松本隆、大滝詠一の冬のリベラル、これはリメイクだな。あとサンボマスターの山口さんのも楽曲提供、スキマスイッチも楽曲提供してる。なんかすごいことになってるな。だからこれだけ、なんて言うんだろう。まあ、大御所が、いわばジャニーズタレントに楽曲提供することによって何が起こるかって言ったら、まあ、いい曲だから売れるわけだよね。ジャニタレの知名度プラスいい曲なので、まあ、売れますと。いうことなんだけれどもさ、もうすでに問題が起きてしまっていて、被害者の方にはお亡くなりになっている方もいらっしゃるという現実がどんどん深刻化しているわけですよ。しかも、補償に関しては、3人の弁護士が800人以上を相手にやるから、4、5年ぐらい補償の連絡だけで4、5年ぐらいかかる、言われてるし、ある人は1000万円以上の、賠償額を提示されていたっていうのもあるので、でも1000万レベルでいいんですかっていう話は別の動画で撮ったけれども、まああんまり誠意のある保証のあり方には全然見えないんですよ。で、もちろんね、そういうことも含めて、保証も含めて、被害を表に出して、みんな考えてくださいっていうふうにやりたい人はいるだろうけれど、僕は被害当事者に、あれこれとね、
個人情報も含めてアウトプットするという勇気を強いるのは酷だなと思っています。だって被害者の方々はね、自分の被害について、やっぱり被害を受けた直後に誰かに相談するってことが難しかった方々なんですよ。まあ、特に子供の頃に受けた被害ですから、自分の心や体が傷ついていたとしても、大人にうまく説明する言葉を持ってないっていう時代だったわけですよね。で、特に性の話っていうのは思春期になるともう恥ずかしくて、大親友や親にもやっぱり言い出しにくくなっちゃうんですよね。芸能ビジネスで言えばね、未成年は事務所と契約するのは子供本人じゃありませんから、親なんですよ。親と事務所が契約して始まっちゃうので、親が契約してしまえば、契約終了期間まではどんな被害を受けていても我慢しながら仕事するしかないんですよ。いざ辞めようと思っても、その理由をお母さんやお父さんにね、尋ねられたら、本当のこと言っちゃったら、親がショックを受けるかもしれないと思うと、やっぱり言い出せないですよ。それがやっぱり子供の頃、自分の子供の頃もそうだったんじゃないですか？何でもかんでも親に相談しましたか？できるわけないじゃん、特に性に関してはって思いませんか？で、すでにね、母親に被害を相談したら、母親が自責の念で亡くなってしまったっていう報道もあるんですよ。なので、今、ジュニアとして活動をね、もう始めてる子供たちも、親に言い出せない悩みを抱えてしまっているかもしれない。でも抱えていてしまったら、やっぱり言い出せないまま苦しんでるかもしれないんですよ。そういう子供たちや、すでに被害を受けて、なんとか大人の年齢まで生き延びたっていう被害者に対して、勇気を出して被害を告白してほしいなんて僕は言えません。勇気を出すべき人間っていうのは、その被害に加担した大人たちの方だと思います。その大人たちっていうのは、まずは、旧ジャニーズ事務所、今はスマイルアップの社員や経営者の人たちですよね。でも彼らは今でもだんまりを決め込んでますよ。誰一人、なんていうか、個人名は、自分、顔と名前を晒して言ってないですよ。何も。東山社長ですら、芸能活動がこの間ちょっと一段落ついたぐらいで、はっきり補償に対して言ってないですよ。まず当事者としての、ね、ジャニー喜多川がいなくなったとしても、その責任を引き受けると、ね、明言したスマイルアップの人たちも、実は、謝罪に関しては、あるいは補償に関しては、ほとんど何も言ってないし、再発防止策ももちろん発表してないですよ。で、彼らこそまず勇気を出して、何か、発言した方がいいんじゃないですか？で、次に勇気を出して発言してほしい大人たちは、ジャニーズのタレントに大きなギャラで仕事を提供してきたのに、ね、被害を知りながら調査をしなかったテレビ局の社員たちですよ。彼らはね、まあ、全局、在京キー局は検証番組を作って放送しましたけど、社長とか部長レベルの人が名前と顔を出すだけで、制作現場のディレクターやキャスティングを担当するプロデューサーなどの社員は一切顔や名前を出していませんでしたね。匿名の A さんとか B さんという形でコメントが読み上げられるだけでした。彼らテレビ局の社員は見て見ぬふりしてきた理由や言い訳をコメントしてましたけど、誰一人子供たちに申し訳なかったと謝罪するコメントは出していませんでしたよ。彼らは、やっぱり小学生や中学生の時にね、つまりテレビ局の社員の皆さんだけど、同じね、教室でいじめがあっても、他人事として無視して自分の成績を高める努力だけに集中してきたっていうような生い立ちあったんじゃありませんか？僕は、中学受験がようやく始まりかけてるような頃合いに小学生だったから、わかるんですよ。中学受験のために一生懸命塾行って頑張ってる子っていたから、その子はクラス委員長に指名されても、ね、勉強できない子に対しては全く見下ろすような感じを。学力が低い子に対しては軽蔑しながら育ってきてるんですよ。だから芸能界で働く子供をテレビ局の偏差値70から80の社員たちが、ね、勉強できないから芸能界にいるんだなって見下してきてるのはわかりますよ、逆に。子供の頃からだって、偏差値だけで世の中のことを、見てきちゃってるわけだからね、彼ら。まあ、そういう態度が今もあるから、まあ、これからもテレビ局で子供が傷つけられるというね、事件は終わらないと僕は思いますし、
でね、テレビ局はどこも子供が傷つけられないようにする具体的な再発防止策を発表していませんよ。検証番組作った割には再発防止策なんていうのは、この間 TBS がやっても子供を守るための再発防止策は一個もなかったですよ。はい。彼らに勇気を出して、ちゃんと内部告発しろと言ったところで、僕今更無理なような気がします。自浄作用がないんですから。だから村上春樹さんの言葉はテレビ局の社員には決して刺さらないでしょうね。では勇気を出すべき大人はいないんでしょうか。いや、村上春樹さんや北野武さんがそうであるように、個人としてクリエイティブな活動をしている作家やミュージシャン、アーティスト、映画監督なら、ジャニーズのファンたちを敵に回すことを恐れずに、まあ、勇気を出してジャニーズ問題について語ることはできるはずです。ね。山下達郎さんはジャニーズ事務所自身が被害を認めた後でも、あれは噂だとかね、ジャニー喜多川さんを尊敬しているとラジオで公言してました。しかし彼が作った楽曲でジャニーズ事務所は莫大な利益を得たし、その利益があるからこそ少年たちはこぞってジャニーズに憧れて入りたがるわけですよ。そうするとジャニー喜多川がウハウハになるわけですよね。ねえ、達郎さんありがとう。あなたの楽曲でね、可愛い子がうちに来たわっていうことですよ。つまりジャニー喜多川がやり放題の現実を作ってる共犯者だったわけですよ。ヒットを作るような名曲を書けば書くほど、ジャニー喜多川の被害者が増えるっていう構図だったんだから。これを共犯者と言わないで、何を共犯者と呼ぶんですかって話だよ。だ、自分の創作活動によって利益を得た人たちが被害を大きくし、温存してきたんですね。で、それなのに自分は楽曲を提供しただけというのは、居直りのへ理屈に過ぎません。ね、例えば学校給食を作る人たちが、ね、こう、もう取り立ての食材を使って、まあ、新鮮食材を使って美味しい給食を調理したとしましょう。で、その日に食べてくれれば何も問題ありません。しかし、調理人がね、これは取り立ての野菜ですか、新鮮ですからね、今日のうちに食べてねっていうことをちゃんと伝えないで、子供が給食の残りを家に持ち帰って、数日後に食べて食中毒を起こしたら、それ子供の責任なんでしょうか。やっぱり調理人やクラス担任の先生などの大人の側が子供に知識を教えなかったっていう責任を問われてしまうはずですよ。だからジャニーズのタレントに楽曲提供した人たちは、自分の作った歌をタレントが歌うことでタレントにいくらのお金が入り、その金額が正当なものであるかをタレントに確認していますか？それも気になりますよね。そのタレントが未成年の子供だったら、その子の親にこういう内容の歌を歌って大ヒットした時に、ね、忙しくなって学校の授業に出られなくなる恐れもありますけど、大丈夫ですかと確認してきましたか？つまり名曲を作ってヒットを出すってことは、その子供が忙しくなるってことだからね。その責任をちゃんと学校の校長先生が認めているのかっていう、そこも含めてさ、ちゃんと子供に対する配慮を楽曲提供者としてやってきたかっていうのは、言うのは当たり前なんじゃないですか？それ確認するの。で、特にね、子供の頃から顔や名前がみんなに知られてしまう。今だったらもうデジタルタトゥーとしてネットに残ってしまうわけだよね。そうすると、例えば恋愛しようと思っても、まあ男の子だったら、相手が素人の女の子だとすると、いや、有名な何々君のさ、ね、なんていうかな、彼女なんかなったら嫉妬で、ね、周りの女の子たちからね、嫌がらせされるかもしれないからとか言いながらさ、結構だから、モテるかもしれないけど、特定の彼女を作ろうと思ったら非常に大変になってくるとかさ、あと友達同士の友情を育もうとか思っても、人気の出てる時はそれでいいけど、人気がどんどんなくなってきた時に、やっぱりどう思う？ちょっと付き合いづらいっていう感じにもなっちゃうかもしれないわけだよ。あいつ今人気落ちてるからさ、ちょっとそっとしといてやろうぜみたいなことになるしね。あと進路選択も非常に難しい。人気が出ると勉強するっていう時間自体が減ってしまうから、専門学校や大学に行きたくても、まあ、専門学校なら入れるかもしれないけど、大学に入ろうとするときに、受験勉強がね、なかなかできないっていう人も出てくるだろうと。で、まあ、結婚なんかもっと大変だよね。事務所の都合で、今年はちょっと今、超人気だから、今年はやめてくれとか言われちゃったりするんだよ。マスコミも嗅ぎ回って大変なことになる。で、そういうリスクが、やっぱり、子供の頃からつきまとうんだっていうね、そのリスクとかデメリットの部分をマネージャーからちゃんと説明されてますかというふうに、
自分の楽曲を歌わせる、未成年タレントに、ね、ミュージシャンたちは確認しただろうか。あるいは、その子供自身がね、事務所の社員からハラスメントを受けているかどうか、それを確認してから楽曲を提供したんだろうか。そういう確認もしないで、事務所に頼まれたから楽曲を提供しただけと嘘吹くのなら、それは音楽の職人でも何でもなくて、音楽で大金を儲けたいだけの汚い大人そのものじゃないですか。職人でも何でもないですよ、そんなの。そんなに大金欲しいですかって僕は言いたい。子供や若者をね、手なずけて、そんなに自分の利益を、守りたいの？ね、フリーランスで自由に表現ができる立場だったら、仕事上で関わるみんなが幸せになれる仕組みを考えて、自分で一番良い選択ができる立場なんですよ。フリーランスだったら。サラリーマンとは違うんですわ。だからね、大して勇気を出さなくても自由に物が言える、発言できるのに、なんでジャニーズタレントに楽曲提供した人たちはだんまりを決め込んでいるんですか？ね、僕自身もね、フリーランスの物書きなので、なんでそういう楽曲提供ミュージシャンたちがジャニーズ問題にだんまりを決め込んでるのかわかりません。その理由が。まあ、あえて言うんだったら、そのわけは子供の人権にそもそも関心がないからでしょうね。恐ろしい国なんです、日本は。で、皆さんも一緒に考えてほしいんで、なんでね、ジャニーズタレントに楽曲提供した人たちが、この件についてだんまりを決め込んでるんだと思いますか？教えてほしいです。ぜひコメント欄に、書いてみてください。あなたの、見立てを。ね、僕はね、正直、だんまりを決め込まなきゃいけない理由が万が一あるとしたら、何か悪いことをメディアで言ったときに、つまりジャニーズ批判なんかをしたときに、ジャニーズの責任とかを、について発言したときに、それこそさ、僕らが知らないレベルの反社会的なさ、勢力っていうのが、口封じに回るとか、あるいは、なんだろう、楽曲提供するミュージシャンの、ファンやライブ会場などに嫌がらせが来るとか、なんかそういう実害が本当にあるのかどうかですよ。そういうものがあるから言わないみたいなものがあるなら、まだわかる気もしなくはないけど、ただいずれにせよさ、自分の利益を膨らますためにジャニタレに歌わせとけば、俺金になるなっていう打算は働いたはずなんだよね。もしそれ、あの時、あの曲を渡さなければ、ね、ジャニーズ事務所は、が莫大な利益を得ることもなく、ね、ジャニーズっていう事務所がこんなに大きくな会社になることもなく、ね、子供たちが守られていたかもしれないわけ。ね。憧れの曲を歌う憧れのタレントに見えた人たちを、子供たちは追う形でジャニーズに入ろうとしてきたわけだから、それによってジャニー喜多川の餌食になっちゃったわけだよね。やっぱりこれはさ、大人の責任ですよ。ね。楽曲提供して、ジャニーズのタレントを輝かせれば輝かせるほど、収益が増え、ジャニー喜多川や経営陣が喜んでいたっていうことだから、結局は。まあ、ジャニーズタレントに関しては、入ったギャラの4分の1しか渡されてなかったっていう報道もあるぐらいなんでね。だからそういうことも含めて、果たして未成年もしくは若者、まだ世間も知らない若者、自分が芸能活動するリスクやデメリットもちゃんと検証できないまま、なんていうか、働かされていた子供たち、若者たちの思いを考えれば、楽曲提供者にも僕はそれなりに、なんていうか、申し訳なかったとかさ、ね、自分も加担していたんだとかさ、その程度のコメントがあってもいいような気がします。皆さんはどのようにお考えでしょうか？ぜひコメント欄に書いてください。で、なるほど、こういう問いかけ必要だなと。勇気を出すのは被害者じゃなくて、加害者もしくは加害者の共犯者だって僕は何度も仕分けして考えたいと思います。そうだねと思ってもらえたらいいねボタンぜひ押してください。で、ぜひこの動画もですね、X、旧 Twitter や Facebook に拡散してもらえるとありがたいです。もちろん LINE や Mixi でもありがたいです。というわけで、毎週金曜日夜9時から生配信もしてますんで、チャット欄にはチャンネル登録者のみが書き込める仕様になっておりますので、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、みんなもうちょっと子供のね、命や人権考えましょうよ、と思います。ほいじゃね。